おお。回しながら相手をこうイメージ的にはこうぐるんってこうね回転させる、回転の方で動かすみたいなね、そんなやり方をします。はい、じゃあこれもまずは出目さんに力ずくでは言っい、てください。行きます。これ私しっかり言ってます。なかなか動かないですね、こうね、相手をこう回らないで回すすね、ね。回らないですね。回すことはできないですね。はい、なかなか伝わらないですね。伝わらないですね。はい、で今度は私やってみますね。はい、これ私は結構力でやっても力ずくでこうやってもやっぱこうなんかこう滑る、自分の手がまず滑りますよね、こうやってね、相手を動かすどころか、これ自体もこう、これをまあ回すようなイメージで相手に伝えていくんですけど、こうやってもなんかこう滑るだけですね。で相手にこういうなくにゃ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 力は伝わってないんですが、まあこれを変えていきます。こういうもんです。おお。こんな感じですね。どうですか、感想的に。簡単に動かされちゃいましたね。結構握って、結構握ってました。握ってくれてます。しっかり握ってました。な感じなんですけど、これだから、これもコツというのは、まあ、一に感じるということなんですけど、なるべくこう持ってる時に、ちょっともう一度持ってますよね。これでは力は伝わってないということですね、基本的にはね。だからなるべく自分の中心から、この情に力を伝えるにはどういう体の使い方をしたらいいのかということなんですけど、それは相当自分の体がこれに伝わるような位置に入らなきゃならないということですね。だからちょっとこういう形をとってますけど、こうやってこの、かといってでもここでグッと握ってませんね。こうやらないで、でもこれ結構相手を軽くする意識、相手の意識がちゃんと伝わってます。これは僕が勝手にここだけでこうやっても多分伝わらないと思うんですけど、ずーっと相手を、この棒を通じて相手を感じてますね。この状態からこう相手の入ってます。これでうわ。やると、まあこんな現象がもう起こります ということです。はい、以上です。